苦点。句点は、日本語、中国語の文書で、文の終わりに打たれる役物である。通称丸。苦点には、丸、と終止符、の二型がある。苦点とは本来、形ではなく、機能を説明した語であり、文の終わりであれば、のどちらをも含むが、ここでは主に丸、について述べる。苦点と等点を合わせて、苦等点と呼ぶ。 日本語では、縦書き文書では、文の終わりにもっぱら、が用いられるのに対して、論文をはじめとした横書き文書では、も用いられる。両者に意味の違いはない。少なくとも一文書中ではどちらか一方のみを使用する。上記の出典元である電子、情報通信学会などの学会や、専門誌などでは、どちらを使用するか全記事で統一することが多い。 英語を多く含む専門誌などでは、today, tomorrow のような組み合わせの文章は気持ち悪さが先に立つが、today, tomorrow なら全角でも違和感がほとんどないので、こちらが採用されることがある。専門誌以外の分野では逆に、日本語なのに、本日、明日のような組み合わせで表されることに軽い違和感を覚える人も多い。この使い分けは、当店が、 かとは、必ずしも一致せず。のすべての組み合わせがある。し、かし、単歌、俳句などの類ではほとんどすべての場合、句点がすべて除かれて記述される。しで、句点や、開業の代わりに、が使われることがある。例、鏡よ鏡よ鏡さん、世界一の美人は誰かしら、そこまで自信はないけれど。新聞のコラムや雑誌の編集後期では、 小スペースのため、段落の区切りで普通使われる句点と改行に変えて、が使われることがある。手紙や挨拶文では、古来、句読点を除いて書かれていた伝統が、息長く続き、除かれることが多い。句読点を書くと、相手がそうしないと読めないだろうと見下している感じが、するので失礼に当たると教わった人もいる。現代では読みやすさが重視されて、記述されるケースが、 徐々に増えている。症状には苦闘点を除くしきたりが根強く残っている。疑問符。はてナや簡単符。びっくりの後ろには苦点をつけない。開業せずに新たな文が続くときは、食すべきか、痩せるべきかそれが問題だ。のように間に空白を入れる。現代の情報端末でコミュニケーションに使う文章では、絵文字や、のような、 顔文字が多用される。その時、句闘点は省略されたり、また、句点の場所に代わりに、そこに、話題や感情を、表文字を入れることも多い。の後ろに句点を書かないと同様、普通絵文字や顔文字の後ろに、せっかくのおごり出し、のようにわざわざ句点をつけることはない。の後ろで開業するときは句点をつけないことが多い。の後ろには、やっぱり食べよう。 のように苦点をつけることが多い。ちなみにこの時の点数は3点の記述も多くを占めているが、本当は6点は正しい。ネットでは、の編集で、食べてしまった、弱い私、のように苦点を連続した、という砕けた記法が見られる。苦点と閉じ括弧が連続する、の場合に、苦点が省略されて、だけになることがある。例えば、好物。 私の場合は、食べ物すべて好物だ。を、目の前にするとたまらない。の、を、だけにするケースである。日本エディタースクール編、文字の組法ルールブック縦組編によれば、について、文章が続くとき、短い注釈、引用等ときは句点を省く方がよく、文章が切れるとき、会話文等は省かない方が良いとされる。ただし、現在は、 どちらの場合も、句点を省略することが多い。次に句点と開き括弧が連続する。の場合について述べる。文が後ろに、別の文群を括弧で括って伴うとき、文、文群。ともかくが、文2が、文1に従属している漢字が強ければ、文、文群。として、句点をまとめる。すなわち、を、だけにする。例 食べても太らない薬を発明してほしい。すでにあるかもしれないが。法令は一般の文章の傾向と異なり、カッコ内が文であるがそこで文章が切れていない。場合にも、苦点を省略しないことが多い。例、特許法、第二条、もの、プログラム等を含む、以下同じ、の発明にあっては、以下略。また、これは法令に限らないが、 項目の過剰書きでは区点を除くことが多い。区点をつける場合もある。区点をつけていない過剰の例特許法第2条に方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為。区点をつけている過剰の例特許法第17条。1手続きが第7条第1項から第3項まで、または第9条の規定に違反しているとき。 いずれにしても、ひとまとまりの箇条を書き中に、句点で終わっている過剰特等点でない文字で、終わっている箇条とが混在しない書き方にした方が、美しい。間違いではないが、美しくない例。美しい例。横書きでは、文字の高さの中で下端に置かれ、物組、及び等幅フォントの場合は左下に置かれる。縦書きでは、文字幅の中で右端に寄せて、物組、 および等幅フォントおよび原稿用紙などでは上に打たれる。印刷物では、句点は2分、横書きなら幅が半分、縦書きなら高さが半分で、その後を2分空きとし、合わせて1分、通常の正方形の文字サイズとする。コンピュータのフォントの場合、等幅フォントでは、通常の和文字と同様に、正方形のセルの中で、横書きならその左下。 縦書きならその右上に、が打たれる。印刷物と対比すると、句点の後の2分空きも含まれていることになるので、後にさらにスペースを入れることはしない。横書きと縦書きでは、表示が異なるが、JISX0208 などでは、コードポイントは同じなので、レンダリングエンジン、表示ソフトが判断して、表示を制御しなければならない。ただし、環境によっては、縦書きの字型を、 で持っている、文字コードなどがありそちらを区別して使用することもある。半角文字と空白を使った、と、全角文字の使い分けは面倒で見分けも難しいが、執筆者に厳密に統一を要求する場合もある。閉じ鍵括弧の、および、が、句点の直後に来る場合、渦のように一つのマスに表記することがある。中国では、句号と呼び、日本と同様に右下に、 円で表記する。台湾と香港では、空港と呼び日本や中国本土と違い、正方形のセルの中央に円を打つ。日本語の中黒と同様である。コンピュータの場合、日本、中国の区点と台湾の区点は統合され同じコードポイントが割り当てられているので、言語タグなどの書式情報で表示を制御する必要がある。中国では、古くから、 点や丸が区切り記号として使われていたが、その使い方は、一定せず、点を打つ位置によって、句点と等点を区別したり、句点と等点の区別がなかったり、また、区点自体が印刷されておらず、読者の側で区等を切る必要のあるものもあった。新末に西洋風のコンマコロンなどの区切り符号が導入され、丸は句点としてのみ使われるようになった。日本でも古くは、 中国と同様であり、明治以降活版印刷が行われるようになって、以降、欧文の翻訳文への終止符、疑問符、簡単符の代わりとして使用され始め、純粋な日本語文書にも定着した。しかし大正新修大蔵教のような書物では、丸のみが使われている。句点は、文章中に用いられるものであり、固有名詞や単語に句点が含まれることは、あまりなかった。 1980年代に、糸井石毛里が、自分、新発見。1980年、西部百貨店の広告、不思議、大好き。1981年、西部百貨店、美味しい生活。1982年、西部百貨店などのキャッチコピーに苦点を使用したことが、きっかけとなり、作品のタイトル等にも、苦点を用いることが流行した。 1990年代のモーニング娘。の登場以来、芸名やグループ名などに苦点を用いる例が増えた。2012年の衆議院選挙では、各政党のキャッチコピーに頻繁に使われた。英語圏では、マイクロソフト社の開発したアプリケーション開発実行環境の名前が、ネットフレームワークで、先頭にピリオドを含む奇抜、かつ、ある意味迷惑な綴りであった。 日本語名でもこれに類するような、すなわち句点で始まる奇抜で迷惑な名称が、命名分かってと今後登場する、可能性がないとは言えない。半角区点は、いわゆる半角かなの範疇に含まれる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。